韓国さんの上半期の経済状況が想像以上にヤバいことになっていたと判明したようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。今年上半期、国の暮らしを示す管理財政収支は83兆ウォンの赤字を記録した。景気低迷の影響で税金徴収が予想を下回ったため、政府の当初予想58兆2000億ウォンより赤字が25兆ウォン近く拡大した。10日、企画財政部が発表した財政動向8月号によると、今年1から6月の管理財政収支は83兆ウォンの赤字となった。この期間、政府総支出は351兆7000億ウォンで、前年同期比57兆7000億ウォン減少した。コロナ対応事業と中小企業の損失補填が終了し、支出が減少したためだ。しかし、政府総収入も上半期296兆2000億ウォンにとどまり、前年同期より38兆2000億ウォン減少した。国税収入が178兆5000億ウォンで39兆7000億ウォン減少した影響が大きい。総収入から総支出を差し引いた統合財政収支は、6月末基準で55兆4000億ウォンの赤字だった。統合財政収支から国民年金など4大社会保障性基金収支を差し引いて、政府の実質的な財政状態を示す管理財政収支は83兆ウォン赤字だった。それでは、韓国さんの反応です。83兆ウォンの赤字？本当に聞いたことがないレベルの赤字なんだが、泥棒があまりにも多いからだろう。予算のほとんどが誰かのポケットに消えて、半分も適正に使われていない。毎回、膨大な予算を組むだけ組んでおいて、一体、その予算はどこへ消えている？仕事ができないとは思ってたけど、想像よりも、はるかに仕事ができない。国の将来が、本気で心配になったのは、これが初めて。レジェンド級の大統領。何をどうすれば、ここまでの赤字を出せるのか？そのまま何もせずに座っていても、こうはならないはず。明らかに意図的にやってるとしか思えない。ユン・ソクヨルを選んでしまった今の現役世代は、その報いを受けるとしても、何もしていない未来の世代が本当にかわいそうだ。10年後、20年後には、今とは比較にならないほどの辛い生活が待っている。83兆ウォン。規模があまりにも大きすぎて、もはや実感が湧かない。税収が38兆ウォン減少して、支出額も同時に減少してるはずなのに、物価はずっと上がり続けている。これから、本格的なスタグフレーションが始まるのか？先進国の威厳が失われていく。数年後に後進国の仲間入りしていることは間違いない。これも、前政権のせいにするのでしょうか？去年ならまだしも、今年の上半期となれば、その言い訳は通用しませんが、単純計算で1年で166兆ウォン。あと4年で664兆ウォンの赤字。本当に経済が崩壊する。あれだけ近かった日本の背中が、どんどん遠くに離れていく。悔しいですね。何の対策もなしにお金持ちに対して減税した結果。ということで、毎度毎度言えますが、韓国さんは自国の心配はせず、日本の心配だけしていてもらいたいですね。そうすれば、韓国さん的には、心配事がなくなるだけでなく、日本をバカにしながら優越感に浸れて、韓国さんにとっては、いいことしかないのに、どうして自国の心配をしちゃうんでしょうね。こういう時こそ、日本の借金を持ち出して、まだまだ韓国経済は健全だと、ホルホルする時なんじゃないでしょうか。それにしても、ユンさんに対して、何をどうすれば、ここまでの赤字を出せるのか、とか言っていますが、韓国さん？客観的に見ると、ムンさんより頑張ってるように見えるんですが、やっぱり、国民が無能だと、大統領も大変なんでしょうね。ということで、ほろ酔い、ギフトカード、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。